グループ BJ ブラックダイヤモンドクラブのシャンパンコール制作に密着。役職関係なく従業員全員で行うシャンパンコールミーティングに密着した前回、今回はミーティングで完成したシャンパンコールを実際にお客様たちに披露していきます。その前にブラックダイヤモンドクラブのシャンパンコールの魅力について聞いてみました。かっこいいのもあるんですけど面白いのもあるんで、なんか振り付けがすごいこだわってるとこ多いなっていう印象です。まあ統一感がありますね。もう上半身だけじゃなくて、僕らやっぱ体を支える下半身からこだわってて、もう全身統一感があるところに魅力があります。まるで舞台のような感じですかね。すごい活気があって、一つのシャンパンに対してお店全体で盛り上がれるっていうところがすごく魅力的なのかなと思います。そしてシャンパンコールで重要になってくるのが、コール全体を引っ張るメインマイク。アイドルコールの制作ではルイさんはメインのマイクを担当していました。やっぱり声を通すっていうことをすごく意識してやろうかなと思っています。やっぱお店が広い分、声がやっぱ張らないと通らないと思うので、やっぱお店全体に自分の声を通すっていう気持ちで声を出してます。はい、自分で思ってるのとやっぱり周りに聞こえてるっていうのが違うので、やっぱりそこを修正しながら理想の声に近づけていければなと思ってます。なんすかね、もうメイングだったらコール自体死んじゃうんで、まあ、ミスないようにはもちろんなんですけど、やっぱ活気っすね。やっぱ勢いないと盛り上がらないんで、どんだけ完成度高くても。やっぱ声出すこととかさ、みんな鼓舞したり、ノリが大事かもしれないです、コールは。イベントで、はい、ずっと続けてコールするときあるじゃないですか。ありますね。正直疲れますか？めちゃくちゃ疲れますね。あ、でもお酒も飲むじゃないですか。めっちゃ回ります。運動した後みたいな感じっすね、部活。終わった後みたいな達成感はありますね、イベントの時は毎回。そしてこの日の営業が開始。早速シャンパンのオーダーが。はい、皆様、BJ ゴールド会心の一撃ありがとうございます。めちゃくちゃね、いいコールだなと。僕、従業員大好きなので、ね、従業員がなんかキャピキャピしてるのめちゃくちゃ好きなんで、このコールが一番お気に入りでございます。うぇーい、最後まで盛り上がってございましょう。いや、おい、その後も次々と個性的なシャンパンコールが披露されていきます。それそれそれ、やーやー、このまま行けたらわーやーやー、母ちゃん、いシャンパン、はいはい、君に醤油を大筋を入れさそうによろしい。そらそらもう寄せなー、おーじもですか。姫様、2本目のシャンパンでございます。おー、僕、まあ新コールのジャニーズチームのマイクと担当してるんですけども、ジャニーズチームのコールがオールコールからなので、僕ちょっと自分の宅で練習したいんで、オールコールいつもでいいですか。嬉しいっす。お願いします。ブルーリー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 ありがとうございます。先に続いてこうやってオールコールしてくださるの本当に嬉しいです。
これがジャニーズコールなんでね、まだまだこの後も披露できると思うんで盛り上がっていきましょう。以上、イエーイ、直接生で見ていかがでしたか。どうでしたか。なかなかお姫の隣でマイクすることないので、はい、嬉しいです。はい、クオリティのレベルはいかがでしたか。あー、よかった。嬉しい、いい子です。シャンパン入れたね、嬉しいね、待ち遠しくて Thank you! 今日はお姫を姫をないよ。はい、貯金じゃない、はい、一本、はい、一貫、はい、まだできない、はい、ラブリーアイコン、ちゃんとしてな、姫の方はやば。SKC 応援ドリンク、4名支援ありがとうございます。やっぱね、本当にお姫ってちょっと変わってて、これやらないとちょっと本当にもう私お金使っていけないっていうぐらい、ちょっと変わったお姫さん。お姫さんでした。まあでもこうやってね、みんなが笑ってくれて、こんな僕も笑わせてもらって本当にありがとうございます。代表のみんな楽しみにします。救急車、まだまだ盛り上がっていこうぜ。いやクオリティ、正直にいかがでしょう。確かにめちゃめちゃ難しいですね。先月からもずっとやってたんで、その結果が、成果が出て本当にお姫も感動してたんで良かったです。なんなんの皆さん、来てください。ホストシーズン初のシャンプーになりました。皆様、一気に50万バブリーニャンニャンシャマルトゥンクです。今入店1年未満の戦いが繰り広げられてて、一応まあ僕もね参加してるということで、一応僕の中の本当ホスト人生初めてのシャンパンってことで、すごく歴史に刻まれました。ありがとうございます。はい、テレビ見てください。こちら今日のコンセプトはこちら、最近本願でございます。こちら、さあこれをこれの意味するところは、まあ、僕がいなくても1億店舗行ってほしいということで、お願いします。そんな感じでお姫、3億円今年も増やしてください。お前らときとしもぜ、いや、おい、おー、それぞれが全力でパフォーマンスを行い、営業は大盛り上がり。シャンパンコールミーティングの成果は出ていたのでしょうか。まだまだこう改善の余地あるなと思います。いや、お客様は気遣って言ってくれないかもしれないんですけども、こう厳しい目で見ていくと、またこうミーティング組んでやっていこうかなと思います。もちろん全力でキャストたちも全力でやってるんですけども、その中でもやっぱ厳しく見ていかないと成長がないんで、またちょっと改善していきたいなって思います。音の感じだったりとか、マイク この音量だったり、やっぱ緊張しちゃうと聞こえなくなっちゃったりもするんで、そこでこうクオリティの差が生まれちゃって、練習で 120% 出せとしても営業で 100% ぐらいになる。代表から見て今日のコールいかがでしたか。画面の目の前にいるあなたたちから見て右に同じくです。ブラックダイヤモンドクラブではこれからも高いクオリティのシャンパンコールを提供し続けていきます。明日また新しいコールもう一つあるということで、はい、これがホスト TV で見れるのは JKC 覇者が出た時かワンクリーナイトフィールですね。ブラックダイヤモンドクラブ、ただいま今なら新入電車日給1万5000円でございます。
money, please money money. Let's go, beat it on, beat it on, beat it on.